松村ロードショー。どうも松村瀬谷です。九条由紀です。さあ松村ロードショーでございますが、はい、今回、はいはい、取り上げる映画は公開中話題作ですね。超話題作、超話題作、はい、それがいる森。よいしょ。この収録のタイミングで見たてほやほやなんですよ。あ、もうなんかさっき見てきたんですね。今見てきて、はい、まあ、話題になってるっていうので、うん、永田監督、うん、まあ、ホラーのね、 J ホラーのもう第一人者みたいな、第一、もうリングの人ですね。そうですね、リングの、はい、でまずこの動画は今回ネタバレありでいこうかなと思ってますん で見てない方とかネタバレはちょっとっていう方は、気をつけていただきたいなと思いますが、結論から言います、はい、これもね絶対にみんな見に行った方がいい。映画館でね。映画館で絶対に映画館で見に行った方がいい。間違いない。これはね、まあ、その話をちょっとしていこうと思うんですが、まあ簡単に言うと福島ですね、うん、舞台は、はい、日本の福島が舞台で、主演が嵐の相葉さんで、はい、東京でもともと家族で暮らしてたんですが、まあ、ちょっといろいろあって子供息子と奥さんを置いて一人で福島に来てて、うん、まあ、知り合いの農作業を手伝ってると。でそこに、まあ、あの東京から息子が、まあ、ちょっと家出してきたとか言って、来て、でそこでこう一緒に暮らすことになるんですが、はいはい、でそこの近くに、山があって、でその山はあのちょっとこう熊も出るし、うん、みんな子供たちは近づかない方がいいよっていうことになってる、まあ、地元でもみんなが知ってる山 でそこにがそれがいる森ですね、うん、いわゆるそのタイトルにつながっていく、うん、でそこで、子供たちがどんどんこういなくなる、失踪してしまうって事件がこう連続して起こるんですね、うん、でそれで一体何なんやっていうところがまず物語の、まあ、大きなあらすじとしてあるんですが、はい、でまあ、一体それが何なのかっていうところで言うんですが、まあ、これネタバレをありの動画でいきます。これまあ基本的に宇宙人なんですよ、はい、言っちゃいましたね、はい、僕はまあ本当にこうまあ2時間ずっと見ながら、うん、前あのシン・ウルトラマンの動画で喋った時に、これあ途中でこの映画はコメディとして見ればいいんやとか、うん、あコントとして見ると面白い、ある種ぶっ飛んだ展開でっていうので面白いんやって気づいたっていう話をしたんですが、なんか今回ホラーとして歌われてて、うん、まあ、ホラーエンターテインメントって書いてましたけど、それとして歌われてて見に行ったら、まあ、いわゆるその日本が得意とするそのホラーの怖さ、恐ろしさっていう方に振り切ってるわけでもない、うん、でかといってあのどうぞ笑ってください、これはコメディなんですよっていう方に振り切ってるわけでもない、うん、絶妙なテンションの何とも言えない気持ちにさせるのがずっと2時間続いたんですよ、ね、でこれは僕はすごい興味深いなと思って、うん、でこの映画が企画が上がって脚本ができてキャストの皆さんが集まってで監督も決まってこうやって作られていくっていうところの中でどういう話があって、うん、どんな風な思いがあって作られたのかなっていうのがめちゃくちゃ気になったんですよ。なんでこうなったんだろう。そうで結構この映画色賛否あるんですよね、うん、皆さん見られてる方、うん、で木島さんも動画で喋られてますね。喋りましたね、うん、はい、でいろいろこうある中でなんか僕はねこれ賛否に片付けていいのかなと思って。あそもそもね、そもそも、はいはいはい、この映画を映画館でお金を払って見に行くことで僕はなんか人生の深みが出るような気がして大きく出ましたね。あそうなんですよ。なん かすごいかめちゃくちゃ考えたんですよ、うん、ほんまに今見たばっかりではあるけど、うん、見てる間もずっと考えたんですよ。でもまだ答えは出てないんです。結構僕の人生の中で一番興味深い映画なんです。おそのさっき言った疑問が浮かび上がるというか、ね、はいはいはい、で気になるところいっぱいあるんですよ、はい、セリフの中で結構説明するんですね、うん、もうねかなり説明、かなり説明するんです、ね、全部説明でしたね。そうだからそれがなんかちょっとなんか昔話のような、あの子供の時に読んだ昔話のような、はいはい、あ絵本で、うん、絵本のような、ね、なんかそういう感覚を覚えたし、うん、でも展開はもうねそのいわゆる人間のそのこうなったらこうするよねとかっていうの無視なんですよ確かに俺一番思ったのは、はい、相葉さんがね、うん、と子供たちを捜索するシーンがあって街の人が、はいはい、いなくなって、ね、いなくなってで、まあ、この映画の冒頭であのパンサーの小笠さんが出てくるんですけどもう本当にねそうそうそうゲスト出演でその役がちょっとまあつながってくるんですけどそのシーンにでその小笠さんが、森の中にお金を捨てるっていうねシーンがあってそれを見つけるんですよ、うん、で相葉さんがこうパッて見つけたら大量のお金が入ってる、うん、すごいことじゃないですか、うん、もうすごい札束が入ってるなんだこれはってなるわけじゃないですか、うん、でなんだこれはって言いながら次のとこ行き出すんですよほんで次になんか別のものを見つけるんですよ、はいはいはい、ポンって首がね、うん、あの生首がね、うん、小笠さんの、ね、なんだこれはってなって、うん、次また次のとこ行くんですよで次いやそうだったっけそうなんですよで次、はいはいはい、なんかあの焼け跡みたいなのを見つけて、うん、なんだこれはってこれだからあのそのいわゆる普通の映画じゃ僕やらないと思うんです、うん、やらないですね、そういう展開って、うん、でもそれをあのこの
ビッグな人たちを集めてやってるわけですから、うん、絶対あの何かそこには俺は意味があると思って、うん、確かにそうだって通らなきゃですもんね、途中でね、やらないですもん、うん、そんなことここにたどり着いてないはずですもん、ね、そうだからそういうのがめちゃくちゃこう気になって、あのこれはだからなぜこうしてんのやろっていうのをずっとこう考えさせられる、うん、確かに、だからそういう意味で本当に今まで感じたことない気持ちになれるんで、うん、これであの最初の冒頭につながるんですけど、はい、絶対映画館で、ね、見た方がいいです、うん、君島さんはこの映画どういう感覚で見てますか、はい、僕もあの自分の動画で詳細を語らせていただいたんですけど、うん、はいはい、まあ、第一印象としては、うん、それはそれかっていう、あ、それだったんだっていうところが大きかったので、はいはい、まあ、でもただそのシャッポ譲って僕宇宙人だったっていう設定はいいなと、あ、いいですよね、うんうん、結構だから宇宙人ホラーというかモンスターホラーとして結構面白いのがいっぱいあるんで、ただなんかその宇宙人に対してのやる気がなさすぎたのかっていういやだからあのその宇宙人描写も面白くて、うん、それも同じ興味深さにつながるんですけど、はい、校庭に最後集まってくるんですよ宇宙人たちが、ね、子供たちが校舎の中に逃げてて、はいはい、でわーってこう結構、まあ、いわゆる僕ら日本人が想像するあの宇宙人ですね、もうグレイですね、うん、宇宙人グレイですね、あれでこう集まってあの歩いてくるんですけど、たまになんかあのテレポートみたいなスーンとかやってちょっと揺れるやつ、ね、そうあれとかなんかなかなか思いつかないし、だからその面白い、だから映画界の中で褒め言葉、ポジティブな意味としての B 級映画っていう言葉があるじゃないですか、はい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 、でなんかそういうのを狙ってるんかなと思って、ちゃんとお金使ってあのめちゃくちゃ豪華なキャストを使ってそれをやるっていうのかなって最初もう結構序盤に宇宙人出てくるんで、うん、そういうのをやりたいんかなと思ったけど、そういうわけでもなく違うんですよね、そうだからそれは思いましたね、だから宇宙人映画っていうのは別にいいですね、そこはいい、うん、まあ、だからそこの、造形というのかなあれが本当に、まあ、僕自分の動画でも喋ったんですけど、うんうん、なんか本当にあれ松竹さん、うん、松竹のなんか倉庫からあまりを持ってきたのかなみたいないやオリジナリティがゼロすぎて、逆になんか多分あそこのモンスターのビジュアルで多分勝負してればもっと面白くなってたんじゃないかなと、あれあの宇宙人自体がめちゃくちゃ怖い宇宙人になってれば結構成り立つんだろう、成り立つはずなんですよ、なるほど、だから それ以外が仮にや、まあ、何か指定するべき点があったとしても、モンスターが恐ろしく怖くて、恐ろしくオリジナリティのある造形だったら多分全てが許されてたかもしれないなっていう、だから恐ろしいじゃないそのオリジナリティのある造形でそういうぶっ飛んだ設定で成功したの、僕マーズアタックとかね、あ、そう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 、でちょっとあの最後の殺し方というか戦い方もマーズアタックっぽい発想としてね、だからあマーズアタックみたいなことをしたかった、あでもいやそういうわけでもないなってあとまあなんかいろんな、うん、それこそ洋画の要素を頑張って入れようとしちゃったのかなっていう、だから、ね、まあ、それがいるもののそれなんで、うん、まあ、だからイットとかを意識して、はいはいはい、それも感じましたね、前半はだから子供たちの青春ものっぽくしたかったのはそこら辺なのかなとか、うんうん、でまあオチで言うとその宇宙人がダメだったのは地球の環境だったみたいなのは地球が静止する日なのかなとか、そこら辺の要素の入れ方ももうちょっとうまくできたんじゃないかなっていう、うん、あのねいろんなそのここで何が起こってるっていう説明はするんですけど、うん、極端に心情の説明がなくて僕一個気になったのは、はい、あのそれこそ校舎集まってきて、うん、でみんなもうこの競争に一危ないって言って、うん、体育館かなんか逃げろみたいな感じ、うん、みたいで一人の男の子が、はいはい、あいや俺は戦うんだって言ってなんかここは俺に任せろみたいな、ね、そうであの掃除箱みたいな子がモップみたいなの出してこれやるんですよ、でそのシーンだけ見ると例えばストレンジャーシングスとか、うん、子供たち の、 そのこう俺はここで行くって立ち向かうぞと、でただあの子がなんでそれしたのか僕全然分からなかった、俺も分からなかった、そうだからそういうなんでだろうなって、そういう間を全部発症、いやここにはでも多分すごく意味があるんだな、うん、だってそんなわけないですもん、これそこが説明できなかったわけじゃないですもん絶対、うん、あんだけの人たちがしかも今までのシーンにそれが散りばめられてるはずだ、そうだから僕が何か見逃してるはずなんですよ、うん、なるほどって僕は思ってるんですそうだからそういう意味でなんか本当にずっと興味深い話 で、うん、で僕が一番、はい、この映画の中でグッときたのが、はいはい、その町の町長の、うん、俳優さん、はい、めちゃくちゃ素晴らしい演技で、うん、完璧でした、ね、完璧 で、まあ、いわゆるその町長は、まあ、いわゆるその、矢面に立ってそのいろんな事件起こってますけどどういうことなんですかとか、うん、取材の人が来るときにこう話さないといけない、でも、まあ、なんかちっちゃい町の町長やしそんな普段から記者会見とか慣れてるわけじゃないからちょっとおどおどしてしまうみたいな、うん、
完璧な確かに、うん、佐藤さん、佐藤さんね、佐藤さん素晴らしい演技、すごかったっすよ、あそこでグッと引きつけられて、なんかその脇を固めてる俳優の方々は、うん、あそうですよね、皆さん結構実力の方が多くて、うん、だから佐藤さんの使い方とかも、うん、本当にただの象徴だったじゃないですか、うんうん、僕なんかそのワンちゃんあの人が殺人鬼でしたみたいな、ね、オチでもおかしくないよぐらい実力派の方なんですよ、確かに、あとその相葉さんの同期というか、うん、一緒に、うん、あの農家をやってたのも、はいはいはい、宇野翔平さん、はいはい、あの人も普段結構やばい、うん、ね、めちゃくちゃね、いっぱい出てとかだから、なんか逆に俺これもこのキャスティングで結構ミスリードしてんのかなみたいな、あ確かにねっていうぐらい、だから結構他の映画でいろいろこうすごいこう印象に残るものをその実力でやってる人、うん、もうみんなそうですよ、出てる人全員、うん、相葉さんももちろんそうだし、で江口さんもね、うん、奥さんの、はい、江口さんもそうですし、みんなこうそういう人らがどんどん出てくるから、うん、あなるほどと、この人たちが何か後に重要なものを思わせとくっていう意味があるのかもしれないです、ね、そうなかったんですけどねだからそう思わせることがこの、うん、そう、うまいですよね、そう、この映画のやりたかったことなのかなとか、うん、その一つの筋として、だから本当にこういう話をだから僕が普段会う例えば友達であるとか全員にこの映画を見てもらいたいんですよ、うん、でもう多分ねこの映画をテーマにしたら多分ね1年ぐらい話持つと思うんですよ僕確かに、うん、確かに、そうだから普段みんなこの映画について話してますからね、そうだから普段会う人に全員見といてもらって、それがいる森を、そうでこの映画の話をしたいで、多分この映画がめちゃくちゃ面白いっていう人ももちろん多いし、うん、これ僕はもう面白くなかったで、僕みたいにすごいなんかどういうことやったんやろうと、うん、なんかこれ決めていいのかなみたいな、考察税ですね、そう面白い面白くないってこれ片付けていいのかなっていう僕はその感覚なんですけど、はいはい、ぜひね皆さん、うん、だからこれコメントにちょっと見た人今大ヒット公開中ですから、す結構 見られてる方も多いと思うんで、はい、私はこう思ったとか、うん、僕はこう思ったっていうのを書いてほしい、だから僕はこう見たてほやほやっていうのもあるけど、はい、まあ、緊急動画的な感じでもあるんで、もう見たてほやほや見たてほやほや、そうそうどうしても聞きたいと、そうそう、だからこれぜひね皆さんの意見も、うん、聞きたいなと、思いました、これだから僕は見てよかった、めちゃくちゃ、うん、映画館で見てこれは良かった映画やなと思って、確かに家だと集中できないかもしれない、そうですね、うん、音とかもめっちゃでかかったですよ、でかかったですね、うん、それが出てくる瞬間とか、はいはいはい、で音の怖さは結構あったし、うん、でもなんか急にトレンディ昔一昔のトレンディーなドラマみたいな BGM になったりとか、だからそれも ねすごいなんか不思議な感覚なんですよ、なんなんどうしたいんだろうな、う急に子供たちのシーンになるとなんか爽やか3組みたいな雰囲気になってるところもあったりとかして、うんうん、いやだからちょっと興味深い映画だったんで、はい、ぜひ皆さんね、この映画のね見てもらって、私はこう感じた、僕はこう感じたっていうのをねコメントしていただきたいなと思います。今日はそれがいる森についてお話しました。この動画がちょっとでもいいと思った方はチャンネル登録、そして高評価ボタン押してください。ここら辺です。うん。